はいどうも、翔平 TV です。よろしくお願いします。というわけで本日も、カムイ所沢店さんに来ております。今回はグローブシリーズということで、公式用のグローブを紹介していきたいと思います。公式グローブは年々ね、値段が高く上がってるんですよね。その中で特価品とかもありますので、チェックの方よろしくお願いします。じゃあ今から見ていきますよ。まずこちらですね、一般公式用ガイアコーナー、もう特に言うことないです。高級グローブがいっぱい並んでます。グローブこれ何買ってもマジで間違いないので、これはねこういう種類とカラーがあるんだぐらいでいいと思います。まあお値段ですけども、一番高くてこれかな、81,400円、税込み8万円のグローブが、はい、一番高いです、値段で言うとね。で次にこの69,000円のこのクラフテッドエディション、水野そういうグローブが並んでおります。もう存在感がえぐいですね。これすごい良いグローブになってます。職人さんもすごい人が作ってるものですね。で上に行くと6万の水野プロのグローブだったり、プロステの、約6万するグローブがブワーってあったりとか、プロステの SE じゃないやつ、通常、まあ、5万ぐらいで買えるグローブもありますし、まあ、こっち行くと、まあ、プロステのまた SE が、はい、5万7000とか。ここにもあったカムイ所沢オリジナルモデル、宮崎選手モデルのグローブが69,000、7万します。本当にどれももう高級品グローブなんで、実際手に取ってみてほしいなと思います。こういった蓋付け済みのグローブがあったり、これも蓋付け済みっすね、まず蓋付けられてもそのまますぐ使えますよっていうグローブだったりとかありますし、蓋付いてないグローブに関してもこのお店の方がね購入した後に蓋付けをしてくれるので、少し待つだけで持って帰る時にはもう蓋がちょっと付いてる状態になってるんで、そこから徐々に使っていく感じの流れになってると思います。でまあ下の方行くと、まあ下も特に言うことないです。本当にいいグローブです。このカラーも 5DNA のあれの水のプロじゃない、本当だろう、正解。これも 5DNA のねグローブだったりとか、もう高級品すぎて僕袋から出しませんよ。もうカラーもさ、もう僕の好きなこの色、このカラー、やっぱグローブを購入するにあたってやっぱ選ぶ順番って、やっぱりまず何用かじゃないですか。何用か、カラーか、大きさじゃないですか大体。あと値段、まあ親御さんだったら多分値段何用カラーとかいろいろなると思うんですけど、まあ、やっぱ使う側としてはやっぱ一番はやっぱカラー、一番まずカラーが良くて、ポジションがどこだか、外野手用の赤が欲しいとか黒が欲しいとかあると思うんですけど、そこだと思うんですよね。だからまずはもうカラーを見てもらって、なんか良さそうなあるなと思ったら所沢のカムイ来てみてもらってください。はい、まあ、見ていくと、あ、ダイバーシティブルーもうやってないんじゃなかった、やってんだっけまだ。これも一応オリジナルモデルということで、56,000、坂本選手モデルのオーダー、店舗別注かな、グローブになってますし、値段がすごい、草野球やってる僕らからしたらグローブ2個買えんじゃねえってぐらいの価格になってますし、ワンチャン3個買えんじゃねえかってぐらいの値段になっております。はい、素晴らしいです。まあ、この辺行きますとね、これ広告も結構ありますね。はい、値段がとりあえずね、えぐいわ。7万だかするわ、7万、6万2000、6万、すごいです。ここ見てもらうと、プロ野球選手を担当するメーカーさんの蓋付けをされている、蓋付け済みの即戦力グローブがあるという話を、そういえば聞いたんです、さっき。多分これ実際これかな、実際これ多分蓋付けされてるんですよね。あ、されてるわ。このザナックス系ね、ザナックスの担当の方がプロの選手の担当してるらしいんですよね。そうですね。なので蓋付けを、クリ選手や松山竜平選手の蓋付けやってる方がいるみたいです。この辺バーッと見ると、もうとにかくね、高級品グローブがあるんですけども、で、まあ、こっち行ってもらうと、ファーストミット、ミッドケースね、ファーストミット、キャッチャー用とかさまざまあるんですけども、やっぱ叫びが一番この盛り上がってるというか話題ではある。このキャッチャー叫び、まあ、両辺も買ってますよね、叫びで販売されてますし、まあファーストミットの種類も豊富ですし、まあ、公式やってる方はやっぱこのカムイってやっぱ公式の、道具に対して結構強いイメージは僕的にはあるんですけど、なので、中学公式だったり少年公式、高校野球、社会人やってる方はどんどんもう野球とか必要になったら来てもらって検討してみてはいかがでしょうか。でまあ高級グローブがたくさんあるんですけども、
その中でこの反対側にですね、実はあの割引されたセール品があります。でこのセール品があるんですけども、まあ、見ていくと値段が下がってるんですよね。41,000。しかもここからさらに何パー引きみたいなのも中にはありまして、全体的にメーカー小売価格より20%から30%オフのグローブ割引がされているそうです。この辺はちょっとそんなに大きくされてないんですけど、これか、これもそんな大きくされてないじゃないですか。こっち側来ると20%オフがありました。 20% オフこちらありました。 20% オフがふわーっとありますね。その中でさっき言ったザナックスの蓋付け済みグローブっていうのがあります。蓋付け済みってあるんですよ。さっき言ったそのザナックスの担当の方がおーやってあります。源田さん風な感じの、はい、グローブ。こちらが54,450円ってことなので、多分もっとすんだろうな、多分もっとすんだけど、蓋付け済みもっとすんだろうけど安くなってる、安くてお買い得な感じの商品になってます。まあ下行くと多分3万円台がちょろちょろありますので、まあこちらのグローブと比べると少し多分蓋落ちしてるのかもしれないし、結構長い間置いてあって色あせしてるグローブもありますけど、でもその革質とかはそこまで多分変化ないと思うんですよ。いつ作ったかとか、作ってから長いっていうだけで値引きされてますんで、物の状態はすごくいいので、守備位置がもう正式に決まってない方とか、これからこうちょっとやってみようかなって思ってる方は、まあ、こっちの方のグローブでもいいと思います。ぜひともね、あの硬式野球をやってる皆さん、所沢のハムイさんに来てみていかがでしょうか。もう結構僕も良平もヒロトも結構行ってるので、もしかしたら会えるんじゃないかなと思います。今こう撮影していて、こうちょっとこう周りのお客さんもね、結構ひそひそと、お話しされてるのが分かるので、結構見られてるなっていう感じを感じながら撮影してるので、もしね会えたら嬉しいので、よかったらこれを見て、カムイに来てみて、見てはいかがでしょうか。はい、というわけで本日はカムイ所沢店さんの、公式用のグローブの紹介を、させていただきました。まあもう本当全体的にもう高級品グローブで、どれを選んでも素晴らしいいいグローブなので、よかったら、来てみていかがでしょうか。まあこっち見るとね、このモデル発見、栗原選手モデル、上林選手、村上選手のね、中島選手、菊池選手、伊藤博美選手、はい、タティスジュニアモデル、岡本選手モデルなど、こういったプロ野球選手モデルのグローブもありますので、よかったら皆さん、来てみてはいかがでしょうか。カムイ所沢店さんのインスタグラムや各種、URL などは、貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 4月プレゼント企画、はい、ということで、ミズノのグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに、高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょー、いけいけいけ、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。